上空には灰色の空が広がる京都レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエルコンドルパサー、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、サイレンス鈴鹿。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、グランプリ馬娘グラスワンダー、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿と6番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、2馬身離れてファインモーション、ひしあけぼの外から行く。そしてその外13番、少し離れて1番、その外並んで9番、少し後ろから12番、2馬身離れて11番、少し離れてバンブーメモリー、少し後ろから4番、その外並んで16番、ハッピーニーク、並んでくるグラスワンダー、ここにいた。そしてその内から行ったのはオグリキャップ、それを見るようにエルコンドルパサー。後方2番手に8番、10番、最後方だ。意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。依然先頭はサイレンス鈴鹿、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。グラスワンダー、ここから仕掛けどころだ。4着を切りました。最終コーナー、先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿。いざ我が道は。グラスワンダー、口をつくすごい足だ。まくって上がってくるグラスワンダー、3番を目指して加速する。200を通過、グラスワンダー、勢いよく上がってくるぞグラスワンダー。完全に抜け出したグラスワンダー、差し切ってゴール、グラスワンダー。 URA ファイナルズ決勝制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはサイレンス鈴鹿、3着はひしあけぼの。勝利の舞ですよ。